はい、皆さん、こんにちは。シュークリオチャンネル、クリムラオサムでございます。9月21日火曜日の配信となります。さあ、皆さん、これ見ていただくと分かるようにですね、はい。こちら、アルカンシェル柄のウェアとなります。ちょっと古いウェアなんですけども、そう、今回はですね、絶賛開催中でございます。ロード世界選手権2021のレースプレビューをお届けしたいなというふうに思いまして、こちらのウェアをですね、引っ張り出して、えー、参りました。 はい。でですね、え、先ほど J スポーツのね、いつものブログの方に書き上げました。こちらの、まあ、記事をですね、見ながら、えー、次のですね、今度の日曜日、9月26日日曜日に開催される、ロード世界選手権エリートロードレースのレースプレビューを、いつものようにですね、お届けしていきたいなというふうに思います。で、え、先ほど絶賛開催中という話もしましたが、す、え、で、ー、にですね、9月19日日曜日に、 ロード世界選手権男子エリート個人タイムトライアルが開催されました。こちらがですね、UCI の世界選手権の公式ツイッターになります。主催者の方ですね。そしてこのタイムトライアルのね、盛り上がった4枚の写真今見ておりますが、本当にね、この優勝したイタリアのガンナ、2年連続の アルカンシェル獲得となったわけですが、前に走っていたワウトファンアルトのタイムをね、こう見ながら、計算しながら走ったような、そんな王者の風格でした。そして、残念ながら、地元でのアルカンシェル獲得ならずということになってしまいましたが、それでも、タイムトライアンスペシャリストのね、ガンナと5秒ちょっとの差ということで、え素晴らしい走り見せたワウトファンアルトです。まあ、ちょっとこうシルバーコレクター的なね、 あの、2位が多いところは否めないんですが、シクロクロスとか他のね、レースも含めて。でも、ね、とはいっても、勝利もたくさん挙げております。そして、やはり個人的に注目だったのが、自転車の聖地といってベルギー、フランドル地方のお客さんたちでしたね。決してライバル、ガンナにブーイングをこう浴びせることなくですね、ちょっと途中、抑えろ抑えろって走ってるガンナに向かってね、ちょっとこう、少しジョークも交えた、抑えろ抑えろジェスチャーが面白かったですけども、でもね、優勝したガンナにも、 こう惜しみない拍手を送ってるところが、ベルギーフランドル地方のファンだな、というような感じがいたしました。さあ、そんなこんなで,ですね、その後、えー、と、昨日ですね、今ちょっと実は収録時点で絶賛開催中なんですけども、女子のタイムトライアルのエリートがね、行われたりとかしながら、タイムトライアルレース、そしてチームタイムトライアルレース、さらには各カテゴリーのロードレースを経て、最終日、メインイベントとなるですね、このロード世界選手権。 男子エリートロードレースに向かうというところになっております。はい、えー。ということで、そのエリートロードレースのレースプレビューということで、まずは注目のコースを確認していきたいというふうに思います。はい。えー、プロフィールというかですね、数字的なところはこのようになってます。全長がまず268.3キロ。長めですね。で、獲得標高が2562メーター。あまり数字としては大きくないですね。まあ、距離が長い割には獲得標高が少ないということで、 それほど、上りを合計した、ね、その獲得標高の数字が大きくなってないということになってます。まあ、獲得標高が少ないから距離を長めにしているということもね、見ようによっては捉えられるわけですが、ただしですね、上り区間、これ数えました。42箇所あります。はい。で、うち石畳の上りが合計4回。 さらに、変速石渡りと勝手に名付けましたが、これが7回出てきます。で、こちらね、どういうことかというと、この後詳しく説明していきたいというふうに思っておりますが、まずはそのコースですけども、このようになってます。私がですね、かつて住んでいたこのベルギーのね、えー、港町で、まあるアントワープをスタートして、まあ、港町というかね、運河ですけども、まあ、ダイヤモンドなどね、私が住んでいた時はですね、非常に有名でしたが、ここから、南下していきます。南東に降りていきます。 そしてこの青い部分が、ま、ライン区間ですね。え、そして、ルーベン。ま、ルーバンとも言いますけども、ルーベンの街にこのメイン会場がございます。で、このルーベンの周回コースがルーベンサーキット。そして、さらにですね、もう一つ周回コースが用意されてるんですが、こちらがフランドリアンサーキットというですね、黄色になっております。ですから、色分けすると、ライン区間の青。そして、ルーベンの小サーキット、これが赤。で、さらにですね、 え、フランドリアンサーキットが黄色ということになっております。え、プロフィールマップはこのようになってます。はい。まず青いライン区間、そして赤いルーベンサーキット、そして黄色いフランドリアンサーキットというね、ことになっておりますが、見てください。この赤い丸が全部上り坂ですので、これが合計で42個出てくるということですから、まあ、獲得標高自体は、え、少ないんですけども、ただ上りの数が多いということで、 かなり難易度が高いというふうに見られております。さあ、そのコースをですね、詳しく見ていきたいというふうに思いますが、まずはこの青いライン区間、アントワープからルーベン56キロとなります。ほぼフラットですね。で、その後ですね、ルーベンサーキットに入りまして、こちらが1周15.5キロになります。で、これを1.5周、まずは回って、そして、その後フランドリアンサーキットに出ていくというところなんですが、まずこのルーベンサーキットの 中にある上りの内訳ですね。こちらを詳しく見ていきたいんですけども、えケイゼルスベルグということで、まず最初に出てくる上りです。距離が290メーター。え、それしかないのというね、感じに思われるかもしれませんが、これはもう本当に、いわゆるフランドルのね、レースらしい短い上りが断続的に出てくるということです。で最大5倍9%、平均が6.6%、街中のワインディングっぽい上りです。で、続いて、 で、クールさんでいいんですかね読み方としては。975メーター。で、最大が6%です。で、平均が2.5ですのでね、平均にするとかなり緩い上りです。こちら住宅街。まさに、本当にその、その辺の住宅街を走るようなクネクネコースと上りとなっております、えー。そして続いてですね、ウィンペルス。360メーター。最大勾配が9%。で、平均が8%もあります。これ街中を一気に直線でね、上る。そんな上りとなっております。で、今回注目なのがですね、 このサントニュースベルグというね、え、登りになりますが、長さがたった230メーターしかないんですが、最大11%。そして平均が5.5ということで、こちら街中の狭い変則石畳。はい。これ勝手に命名いたしました。これどういうことかというと、このようになってます。はい。えー、わかりづらいですね。もう本当にこれ裏路地ですよね。 ちょうど車の輪立ちの部分が舗装されてるんですが、中央の部分石畳。で、サイドも石畳。さらに歩道も石畳。で多分ね、これどうなんですかね。実際レースの時は、柵を置いて歩道を走れなくするのか、歩道を使えるようにするのか分かりませんけど、いずれにしても、これフィニッシュ直前の、すごく重要な場所に、場所です。そんなところにですね、こんな細くて変則石畳の上りを入れてきたというところがですね、さすがにフランドル地方の方々だなと。 というところでございます。はい。で、これがですね、まず、その小サーキットですね、ルーベンの小サーキットにある4つの上り坂です。はい。で、今度、フランドリアンサーキットになります。えー、こちらがですね、一周が大きいです。44.4キロあります。これも結構なんかくねくねとね、いつものフランドのレースらしく行ったり来たりするような感じですけども、えー、こちらの中にはですね、上りが、えっ、ー、と、上りとしては5回入ってます。 実際そのフランドリアンサーキット回るときはですね、この最初のスメイスベルグというのを2回登るので合計6回にはなるんですが、サーキット内にある登りとしては5つです。はい。で、まずスメイスベルグですが、最大16%もあります。距離はね700メートルで短いんですが、これも直線です。ドドンっていきます。で、次、モンスケストラートですが、こちらが、 550メーター。最大が18%ですが、途中から石畳となります。そう。石畳の森出てくるんですね。えこんな感じです。森の中を途中からね、登っていくような、そんな石畳。石畳ね、そんな荒れてないですね。はい。荒れ荒れの石畳じゃない感じですね。はい。え、そして、これ、なんて読むんだろう。うん、まあいいや。タイマンストライト。ストラット。ストラットってあの、えー、まあ、いわゆる通りですね。はい。 738メーター。そして最大18.3%。これ街中です。はい、そして次がですね、ベッケストラート。439メーターですね。短いですね。全部1キロ以内。最大が15%。で平均が7.6で石畳ということで、こちらのベッケストラートはこのようになっています。まあ、本当に、ね、こう <laughs> 住宅街ではないんですけども、家の横の 石畳ということで。こちらもそんなに荒れた石畳ではないですね。はい。そしてもう一つがですね、えー、ビューウェイドてい,いですかね。484メーター。最大12%、えー、直線基調ということになっております。はい。で、このフランドリアンサーキットにはこの5つの上りが存在しているということです。で、改めて見ていくとですね、えー、まずライン区間アントワープルのね、ルーベンを走った後にですね、えー、この、こちら見た方がいいかな。最初の ルーベンのサーキットコースを、これ1.5周します。はい。で、その後、フランドリアンサーキットに出てって、こちらを1周します。こちらですね。ルーベンのサーキットからフランドリアンサーキットに出てきて、1周します。で、また、今度はルーベンのサーキットを、何周だ ?4 周します。はい。で、これ上り時合計16回。で、もう1回外の黄色のフランドリアンサーキットを1周して、戻ってきます。 ここね、先ほど話しましたように、上りが6回あります。で、最後、ルーメンサーキットを2.5周、上りが9回ということで、こちらですね。で、その問題の、えー、最後戻ってきて、えー、さっきお話したですね、このサン・アントニウス・ベルグが3回上らなければいけないということで、さらにゴール直前にこれが出てくると。 いうことですから、かなり、ごちゃごちゃと、フランドのレースらしいですね、小刻みな登りのコースとなっております。で、改めてですけども、獲得標高で見ると2562メーターと、それほど大きな数字にはなっていません。しかし、上りの回数で見ると42回と大きな数字になっており、断続的に現れる1キロ以内の上りが、選手たちの足を削る厳しいコースであることは間違いないでしょう。はい。で、今ね、お話したように、フィニッシュライン手前にある、サンントニュースベルグ、 230メーしかないんですが、この細くて車の輪だち部分のみが舗装されている変速石畳。最終周回。ここに先頭付近で突入しないと優勝の可能性はほぼないと言えます。ということで、どんなタイプの選手がね、向いているのか見ていきたいと思いますが、まずはいわゆるクラシックライダー。ヨーロッパではクラシックライダーというね、表現をすることがありますけども、どういう選手かっていうと、やはりロンド・ファン・フランデレンを代表とする石畳系の ワンデイレースに強い選手らしいですね。まあ今で言うと、マウチューファンデル,フールプールとかね、ワウトファンアールと、まあ彼らはいろんなものが得意なんで、ここにカテゴラズしていいのかわかりませんけども。で、ロンドンなどに比べると今回のコースおとなしいと言えますが、まあそれでも、位置取りの重要性、細い道、石畳、インターバルなど、北のクラシック特有の要素が含まれているので、やはりクラシックライダーがまず有利になるんじゃないかなというふうに思います。ただですね、今回のコースは本当になんかこうどっちつかず、 まあ、いい風に言うと、いろんな選手に勝つ可能性のあるコースとなっています。いわゆるパンチャータイプの選手はどうかというとですね、今回のコースは北のクラシックとアルテンドクラシックの中間に位置いる雰囲気を持っているので、例えば、アムステルゴールドレースで活躍するような選手にも向いている可能性がありますというところですね。今年のですね、アムステルゴールドレースは感染症の影響で、いつもと違うコースをね、使ったので何とも言えないんですが、まあ、今年のアムステルゴールドレースを勝ったのは、 ワウトファンアールト。そして2がピドコックということになってます。えー、一方、スプリンターはどうでしょうかということですが、まあ、純粋なね、このピュアスプリンターには厳しいコースだと思いますが、まあ、ワンデイもね、こなせるスプリンター、最近多いですよね。えー、最後まで残る可能性は否定できないというところです。まあ、最後のあの、細い道の位置取り、スプリンターがでね、こなせるかどうかはちょっとわかりませんが。そして最後、クライマーです。えー、今回のコースに一番向いてないのは、ピュアクライマーなんじゃないかなというふうに思います。まあ、事実、 え、ピュアクライマーの選手はそもそも出場しない感じに、ね、なっておりますので、はい。さあ、そんな情報を考慮しつつですね、恒例の注目選手、出場選手チェックを行っていきたいと思います。内容としてはですね、9月20日時点の有力選手及び有力国のみをピックアップということになりますので、見ていきたいというふうに思います。まずは優勝候補、地元のベルギーです。はい。えー、すごいですね。 ワウト・ファン・アルトに、エベネプールに、スティーベン、トゥーンス、ランパルト、ビノート、ドゥクレルク、カンペナルツ。すごい。えー、個人 TT で2位だったファン・アルトがエースとなります。で、他のメンバーもですね、バランスの良い客室が揃っていて、超強力。ね、これ勝てばもうベルギー中がお祭り騒ぎ間違いなしということですね。まあ、正直ね、あの、私自身もちょっとベルギー、ね、スタートしてナントワップに住んでいたこともありますし、ベルギー大好きなんで、 まあ、ファンアルト応援するというよりか、やっぱりファンアルト、ベルギーが勝ってベルギー中がお祭り騒ぎになるところはちょっと個人的に見てみたいなというところはあります。はい。続いて、スロベニアになります。今これね、ちょうど、ワールドランキングのね、国、国のこのナショナル、国別のワールドランキングの順で、このね、ご紹介しているんですが、やはりね、ポガチェル・ログリッチという二人のスーパースターがいますので、ワールドランキング、スロベニアもね、今2位ということで非常に高い位置にいるんですが、 端的に短く書いちゃいました。コース的には若干向いてない印象です、ということで,で。このメンバーに行くと、モゴリッチがね、まあいいんじゃないかなと思いますし、ボカジェルも、リエジ・バス・リエジュ勝ってますし、何でもできちゃうんですけども、まあ、このちょっと石畳が入ってくる1キロ以下の上りの断続コースっていうのがどうなのか、微妙なところです。ログリッチは向いてないかなーなんていう感じですね。で、メズゲッツはスプリントがあるのでね、まあ、最後残ればというところです。さあ続いて、ディフェンディングチャンピオン、アラ・フィリップのいるフランスです。 アラフィリップはね、ロンドファン・フランデレンなどもしっかりと走っておりますので、まあ今回の優勝候補の一人ですで。さらにチームメイトのセリシャルも調子がいいですね。スプリントがありますので、まあ残れば面白いと思います。で、えー、アジェ・ドゼルに所属しているコスノフロアはもうですね、ブルターニュークラシック勝ったりとか調子いいですで。そしてラポルトもね、先日のワンデレス優勝してます。で、今回デマールはいるんですが、正直ちょっと今のデマールが生き残れるイメージはあまり湧かないんですけどもね、どうでしょうか。 はい。というところです。さあ、続いて注目のイタリアとなります。えー、ヨーロッパチャンピオンの絶好調、コルブレリーがいますね。で、まだフルメンバーを発表してないイタリアなんですが、えー、このね、今、出場する候補となっている5人だけでもですね、誰が勝ってもおかしくない感じです。トレンティンも、えー、イタリアのレースで勝ってます。バレリーニはね、スプリントもありますが、クラシックを走れるスプリンターですね。そして、 三つオーロもスプリントあります。さらに、モスコンなんかはちょっと逃げて先行して勝つなんていうイメージもね、ありますので、イタリア超強力です。さあ、続いて、イギリスになります。はい。22歳コンビ、ピドコック、そして、イーサン・ヘイター。この二人が軸になってくると思います。残りのメンバーはですね、意外とこうアシスト系の選手と、まあスプリントのね、ある選手を揃えてきました。ロー、ライト、スチュワート、スイフト、そして、ベテラン・カベンディッシュ、さらに、えー、もう一人、コーナー・スイフトということですね。ゲラン・トーマスとかね、えー ギエツ兄弟などは入ってきてないということになっています。はい。さあ、続いて、注目、オランダになります。スーパースター、マチュー・ファンデルプール。えー、メンバーをね、先に見ていきたいと思いますが、他に、ファンバーレ、テウニッセン、スプリントありますね。テウニッセンはね。そして、モレマ、先日ちょっと落車ありましたが大丈夫だったようです。ランゲフェルト、そしてリースベルク、さらにファンポッペルにエッグホーンという、そんなメンバーとなっております。 そう。そして背中の故障が心配されていたマッチューファンデルプールですが、どうやら出場する可能性がかなり高まってきたということで、これはね、盛り上がること間違いなしですね。調子も悪くありません。え、やはり宿敵というかね、ジュニア時代からライバルだったベルギーのワウト・ファン・アルトとこのマチューファンデルプールのフランドル決戦というのはですね、もう誰しもが待ち望んでいるものですからね。楽しみです。さあ、そして続々見ていきたいと思います。スペインです。 スペインはですね、今回は少し劣勢ですね。コース的にもなかなか、うん、合ってる選手がいないのかなという感じですが、その中で、イヴァン・ガルシア・コルティナが非常に注目かなと。あとはアレックアランブレもですね、まあ、なんとなくこう残ってくると面白いかなというところです。さあ、そしてデンマークです。はい。 えまずはですね、こちらの紹介文を読みたいと思いますが、イブシリンですが、今回の台風の目です。アルカンシェルを獲得する可能性は37%ほどでしょう、ということで、この37%っていうのはどういう数字なんだっていう感じですけど、これはね、僕の中で結構高いという意味です。え、今年の春先のクラシックレースの代表格、e、E3 とロンドをダブルで取ったアスグリンがエースです。そして、校長のホノレ。さらに、え、イタリアのレース、ワンデレース2連勝したバルグレン。さらに、ブエルタ、ステージ3勝げたコルト。 そして、2019年の世界チャンピオン、ピーターズン。他にも、ビョルグニ、クロンニ、ウルシュミット。なんかみんな強い。派手さはないですが、全員デンマーク人だったも、という感じでね。これはね、37%ですよ。これ高いっていうことですかね。さあ、そして、オーストラリアです。はい。えー、マイケル・マシューズ中心だと思いますが、u ンが残れると面白そうですということです。マシューズもね、ちょっとキレが、 いまいち今シーズンないですからね。そんな中でカレーブイワンがまさかまさか残ってしまうと面白いなというところです。まあ、他にはダーブリッジ、ハース、シュルツ、スコットソン、そしてスタナード、スウィニーということです。これ、えっ、ー、と、オーストラリアは確定メンバーかなはい。さあ、続いて見ていきましょう。コロンビアです。コロンビアといえばね、登りのクライマー、そんなイメージの国ですが、なんと今回コロンビアスプリンター3人を揃えてきました。まあ、ことからもわかるように、今回やはりピュアスクライマーは厳しいという、そんなコースですね。で、ホッチ。 ドゥクニンクですからね。えー、勝利も上げておりますので、注目です。そして UAE の2人、ガビリアとモラーノ。ね、この3人、残ったら、ちょっと怖いですね。さらに、チャベス、イギータ、ウランという、そんなね、3名で、ベルナルは出場しないということになってます。さあ、そして続いて、ドイツになります。まずメンバー見ていきたいと思いますが、ポリッツ、デゲンコルプ、アッカーマン、シャフマン、アルント、コフ,フ、ヒえー、ツメルマンと。 いうことでまあ、強いメンバーですね強力なメンバーなんですがいまいちコースにドンピシャな選手がいない感じはします。ね、強いんですけどもね、まあ、ポリッツも,ポリッツもあの春先の、ね、クラシックレース、えー、近年はどんどん適性を増してますしテゲンコルクは地元のワンデーレースでもねこれ先日2位に入りましたジョシャ・そしてアカーマンも好、ね、調ですし、うん、まあいいメンバーなんですけども というところでもちろんね、アルカンシェル取ってくる可能性十分あると思います。さあ、そして続いてスイスになります。ヒルシがここへ来て調子上げてきましたえ。今シーズン UA に移籍したんですが、ちょっと腰の故障でね、出だし悪かったんですけども、えー、最近ね、勝利も上げて、調子上げてきております。そしてパリルーベンを得意としているディディエとかね、さらに TT スペシャリストビッセがそしてキュンクというね、二人もいますえ。注目かなというところです。さあ、そして最近急にあるノルウェー。 え、こちらはですね、フールゴーそしてクリストフがまさかはあるかもしれません、ということですね。はい。そして、ポルトガルです。アルメイダー、強いですね。秋も。好調のアルメイダーが優勝する可能性は、アルメイダーはい。さあ、そして、ポーランドになります。うん、どうでしょう。首輪と薄い。なんで、長島監督だったのか、僕もわかりません。はい。えー、そして、イナイテッドステツアメリカですが、密かに、 二十歳のシモンズに注目しております。クイーン・シモンズ。シモンズね、あの、クラシックレース得意としてますからね。えー、あと、クラドック、ヨルゲンソン、マクナルティ、ポーレスと、まあ、実力派が揃っておりますが、やはりクラシックレースっていうとシモンズかなというとこですね。さあ、続いて、カナダ、ボアバン、ウール、頑張れカナダ。はい。コメントが見つかりませんでした。えー、オーストリア、ベストルベルガー。あの、片字系ないポーズがね。 なんか知らないですけど、ヘルメットをトントントンってやる。それの片付けないです。はい。他にハラーとかゴグルがいます。そして、アイルランド。うん、強い。イニオスのエディ・ダンパー。そして、ね。ライキはもう、ドクーニックから出てってしまう、ボーラーに戻るサン・ベネットの。ね、この二人、ダンパーとベネットを足して2で割ると、すごい強そうな選手が出来上がるイメージなんですけどもね。 ダンパーなんか注目ですけどね。ちょっとサムベネットは残れないかなーんっていう感じですね。はい。さあ、そして見ていきましょう。カザフスタン。ルツェンコはね、調子いいですよ。ですから、えー、アスタナがね、大佐がまた帰ってきて、大佐の采配、震えるチームになりましたから、大、は、佐、い、のために戦います。はい。さあ、そしてスロバキアお。国別で見るとこんな下になっちゃうんですね。 世界選手権3連覇男、ベテルサガン、ベータサガン、そして、お兄ちゃんサガン、ユライサガンもいます。え、先日ですね、スロバキア、ツイとスロバキアで外戦レースで総合賞を果たしてますサガン。え、しかしですね、2位が3回ということでステージ優勝がなかったんですが、うん本来の強さは戻ってないんですけども、なんか逆にそこが不気味ですね。周りかの、こう、なんていうか、マークがね、薄まりますから、そこで最後、取ってしまうなんて可能性は、あ、十分にあると思います。はい。そして、え、 チェコです。ね。イケイケの頃のシュテバルだったらば、かなり面白いコース、シュテバル向きのコースだったと思いますが、いや、今でもまだいけてます。はい。意外と調子悪くないです、シュテバルね。他にチェルニーとかバコッチもいます。さあ、そしてウクライナ、パレム向きではありません。そしてラトビア、宿員主。はい。宿員主は UCI の選手会代表候補になっているので、レースどころではないかもしれません。今回ね、この世界選手権開催中に、この投票が行われるということですが、 まあ、フィリップ・ジルベルさんなんじゃないかなと、個人的に思っておりますけども。はい。そして、ルクセンブレグチャンピオンのゲニッツ。なんか逃げる気がします。はい。さあ、そして最後になります。我らが、荒城選手が出場します。荒城選手ね、過去にアムステルゴールデースで10、ね、位に入っていますので、えー、このコース、本来であればね、結構向いてると思うんですね。ちょっと石畳なんかは含まれてますけども、なので、荒城選手の調子が良ければ、なかなか面白いレースが見れるんじゃないかなと、個人的には思っております。はい。 さあ、そんなこんなで駆け足でお伝えしてまいりました。ロード世界選手権2021、9月26日日曜日に開催されるエリート男子ロードレースのプレビューでございました。こちらもちろん J スポーツで、スタートからですね、完全生中継ということで、私もですね、後半戦担当いたします。こちらの虹色のアルカンシルをですね、着るのは一体誰だということで、ロードレースの聖地。 ベルギー、フランドル地方で開催される100周年世界選手権ロードレス。ぜひご注目いただければなというふうに思います。えー、ということで、週クりアチャンネルまた次回お会いしましょう。さようなら